夜になるとすごい化け物が現れるらしいんですよ。なんすか、化け物。伝説の化け物。伝説の化け物。ピッちゃんよりでかいですか。ピッちゃんより多分でかい。ピッちゃんよりでかい。やば。多分同じぐらい。よしさん書いた。よしさん書いた。動いてます？動いた動いた今。いるなじゃあ。これそうだ。ん？これそうだ。モンスターだ。押してからじゃあこっち追い込む？あ、そんな感じですね。はい。出てきた、いたほら、いた、ここ出てきた、ここ出てきた、ほら、出てきた、やっぱいる、やっぱいる、ここにお尻がある、ほら、見える、いる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 、こっち、サバさん、こっち、あれですよ、責任重大ですよ、こっち、いるいる、お前だろ、お前だろ、ここで逃がしたら社会的弱者になりかねない、どうする、はい、どうする、はい、どうする、はい、どうする、パンチ、もしあれだったら、一回ここを、はい、網これ多分ガリガリってやったら結構この藻を取れて前にほんと中がスカスカでよく見えたわけ、はい、あ、来た、タバさんが、タバさんがガリガリ担当、うん、で、あんまり濁ると、うん、いる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 、やばい、ヨスさんの顔本気でパンチ、あ、動いてる動いてる、ヨスさんの顔が今ここに、ほら動いた、おっぱがある、ここに、どこっすか、今ここにおっぱ出てきた、多分そっちボーンってもしかしたら出てくるかもしれない、我慢できなくなって出てくる可能性がある、意外でね、あ、触れた、触れた、いますよね、いる、触れた、出てくるんじゃん、でかい、めちゃくちゃでかいですよね、いる、ほら、いや、行くよ行くよ、うん、あ、しっかり持ってる、開いてるけど大丈夫、しっかり持ってる、隙間、今行く行く行く、見とけよ、触った、今綺麗に触った、今こちら日本に打っていきよった、今絶対逃がすなよ、うんうん、さん怖いっすね、絶対逃がすよ、かっこ本気、いたいたやばいっすね、行くよ、はい、しっかり持ってたよ、しっかり持ってたよ、しっかり持ってたよ、触った感じです、結構ちょっとでかい、でかい、構えよな、こいつ、いや、一応噛みます、一応噛みました、おぉよっさ、一応噛んだら、接客がすごいするぐらい噛みそうですよ、あ、動いた動いた動いた、今めっちゃ暴れてる、暴れてる暴れてる、ものすごい力で暴れてる、来るぞ、ものすごい力、行くぞ、5キロぐらいの石が動いた、5キロぐらいの、5キロぐらいの石、ほら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 、ほら、暴れてる暴れてる暴れてる、行くよ、そっち多分、嘘、暴れてる、ここ、あと濁り、濁ってきた濁ってきた濁ってきた、濁ってきた、ちょっと待って、確実に行こう、確実に行こう、その言葉にはいつも以上の重みがあった、濁りが濁りが重いな、これね、マジで来るや、これ来るよ、マジででかいからさ、俺が今まで見た怖いよ、吉田さんが今まで見たことのない伝説の大きさ、ちょっとこっちも、うん、これもしかして持っとけよ、多分竜っすね、行くよ、俺、うん、俺たちが追い求めてる竜がここにいるかもしれないですね、濁ってる、見えない、やばい、見えん、あれもう、今行くね、でもそんな奥には行かないんで、少し待ってみる、そうですね、待って多分、一応何回か見た感じ、ここの、このくの字の間から動かないんで、あ、この網の外側の方から、これはパンチ竜だぜ、こんだけの、うん、うん、今のは嘘だな、パンチ村の行事ごとでふざける者の心配を誰もしない、うんうん、村長がいなくてよかったな、村長がいたら許さんからな、また時間をたら絶対この定位置に帰ってくるぞ、お、なんかいる、黒星饅頭台の稚魚、黒星饅頭台レッドスキャット、入った、はい、こちらが黒星饅頭台の稚魚、黒星饅頭台、大きくなったら背びれがちょっとトゲトゲした石垣台、ガラスアーミーバイみたいな感じになるんですけど、ちっちゃい時こんななんですね、かわいいっすね、これ、はい、続いてまた発見したみたいです、すごいペースで吉田さん、いろいろ、天竜用獣王の赤ちゃんかな、ここここここ、ほら、ほら、指の先、うん、あ、多分これ天竜用獣だ、これ、用獣王、さっきの川で見つけたやつとまた別ですか、多分これ別だね、ほら、顎長いでしょ、口が、あ、ビヨーンって、本当だ、ちょっと口が長い、天竜用獣王の赤ちゃんかな、すごい、結構おとなしめですね、今夜なんで、寝てるのか、そうそうそう、かわいい、
高いね。いや意外とねいるんですよ地味に。鳥近すぎ、笑った。鳥がいる。また動きがあったみたいです。触った触ったらしいです。サンサンボフってボフって上上の方で触りました。ヘドロー似てるけどち、いや、もう完全に動きましたね。やっぱ隙間にはまってんだよ、うまーく。絶対こっちヒロさんのところにいます。ここもなんか一瞬触れたよ、けどちっちゃかったな。ここから一気にぬるっと出てくるか。あ、いる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 、ここもいる。あ、いるいるいる、一緒の一匹か。俺今触ってる。あ、今こ下、下にいた。あっち行った、行った。今こっちに、こっち、尻尾、ちょうど今尻尾触ってる。俺も今触ってます。え、何匹かいる。多分2匹か3匹かいる、ね、どっちかがモンスターなの。俺のは多分今、俺今触ってるよ。俺のはそんなでかくないですね。でかい。あ、けど今どこ行った。今俺ちょうどこっち側に胴体があるはず。トバチさんどうする、追い込む、一気に行っていい、俺から。行きますか。はい、あれ、でかいんじゃない。でかい。網が動いた。あれすっごい動いた今。網が動いたよ。ボフって動いた。あ、いる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 。今俺の足に、あ、やばいやばいやばい。あれあれあれ、左に行った、左に行った、左に行った。俺が踏んでる。でかっ、でかいよな。めっちゃでかい。今多分顔がいった、顔がそっちに回ってる、回ってる。一回これさあ、どう我慢比べ、ネットに入るの見える。うん、てか今僕が多分踏んでますね今。あ、待ってよ、今じゃあ一回濁り切ったろ。あ、踏んでるけどもうちょっとあっち側に行ってるはず。え、結構でかかったはずよな。でかいよな、うん、ネットがブーって動いてる。ね、今ネット耐えてる、ネット耐えてるよ。ここいる、出てる出てる出てる、捕まってる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 、いるいるよ、捕まえてる、中にいるよ、中にいるよ。あげよう、せーの、せーの。どこが、あれ、あれ戻ったか。ちょっともう一回、もう一回やっていい。ちょっと濁り落ち着かせる。うん、ちょっと待ってよ。いないよね、いないよね、逃げてないよね、逃げてないよね。多分逃げてないはず、逃げたらわかる。これは逃げてないよね、うん。楽しいですね。楽しいけど怖いね、いつ噛まれるか。きっと噛まない。え、廃材的には噛まれた方が面白いと思うけど、そういうハプニング起きるんだよな、廃材では。これちょっと待ってよ、これちょっと少し焦げ行こうかな。どうした、触れてますか。いない、今のところ。あ、いた、触れて。待ってよ、一緒に行こうな。よっさんどの辺にいる。よっさん今ちょっと、あの、よっさんいないんで、ちょっと今タイムしますか。どこにいる？よさん。よさん今、あの、よさん。お前、あ、うなぎ。あ、うなぎ、うなぎですか？うなぎ今ここにいました。この、この辺、この辺。あ、いた。いるよ。行くよ。はい。だけど、よさんいないっすよ。吉田ばかり頼るな。ねへへへ。確かに。自分の力を信じろ。よっしゃ。行くぜ。行くぞ。さあ、来い。行くぞ、さなさなく。さあお前らにまず来てくれ、来てほしいぜ。めっちゃ暴れてる、めっちゃ暴れてる。いけた。めっちゃドボンチだった。こっちマジっすか。ここ今足が持ち上がれてる。マジっすか、そんなでかい。やばくない。おお、でかでかいな。待て、落ち着け。でも触ってる今。なあ、あ、たぶんそっち行った。タバさんとこ行った。タバさん、たぶんもうちょい。いや。分かった。パニック。ちょっと行け。あの、よっさん、こっち。よっさん来るまで落ち着こう。どこ行った、あいつは。よっさん、嬉しそう。よっさん、嬉しそう。今、アドレナリン出てるよ、俺。よっさん、今、アドレナリン出てますよ、今。よっさん、コーヒー飲んでたって。そろそろ行けるぜ、これ。ゴールが見えてきた。ちょっとパターン分かりましたね。うん、これたちの行動パターンが読めてきた。そっち触ったら、この辺来るわ、今日。だから、お前、こっち手入れとけ。あっち触ったらこっちに来るみたいです。行くよ。見とけよ。はい。あ、ちょっと待ってよ。濁り一回取るか。よし、頼むよ。はい。です。さあ、意気込み。あ、いるよ。でっか。でっかい。でっか。でかいでかい。どうですか。今行きよった。あ、こっち来てるらしい。
くまじ。あ、俺触った。あ、そっちまた行ったんす。あ、いた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 。ああ、いたいた、こっちに。あ、今膝の方。あ、今下に持ってった今。多分行くよ、行くよ。もう俺今膝でこっち通れないよ。はい、噛まれた噛まれた、やばいやば、噛まれた、行った。手袋しよう、手袋。機械を犠牲者機械、もう手入れたくない、もう手入れたくない。俺踏まれたと思った。タマさん、今踏んだみたいな。もう今手折りたくない。もうお前のこれで結構出てるね。結構出てる、びっくりした。結構やばいな。手袋するか。うん、持ってこいか。そうっすね、ありますか。え、でも結構今切れてるよこいつ、うん、結構怒ってるね、リュウ。噛むんだね。うん、あ、いったって。びっくりした。いる竜が起こった。ちなみにでっかそうだった。いるいる、こっちいるよ。ああそうっすね、でかいでしょうね。ああ、今いる、今あの俺三三六三チラシ。こっちが通路で、こっちでこれ通路。ああ、左足、今俺の左足。こっち俺、今もう膝で生かさないでしょ。ああ、僕も今生かさないようにしますね。さあ、出てくるか。一応、あれを出るぐらい。いや、もう怖い。ちなみに、はい、これ世界最小のアイルインカゼ。ちっちゃ、わからん。これで親。今これで親。これ今これ多分三つ星ゴマハゼなんです。マングローブゴマハゼ、ちょっとどっちか。俺たち今真剣だ。僕も真剣ですよ。これ今指が切られるか。切られる。今いるよ。お前行きよったよ。さあ、もう、あ、泥立ってる出口の方から。本当。来るよ。俺今こっち塞いでるよ。死にたそう。どうなってる。ん、切れてる。これが、うわ、いやー、よし、うるせえわ。出てるさよ。俺見たら入れたから。あれですよ、俺はちょっと、タイミング悪かったんですよ。顔前に出しちゃった。顔前に出しちゃった。うん、辿っていって顔があったんですよ。あ、そういう感じ。そう、辿っていったんですよ。で、自分で自ら口に手やったみたいな感じ。いいよ。今こっち来た。いるよ左足に、俺の左足に当たってますね。俺今、俺の膝の方から。今顔が来た。来たよ。俺今膝触ってる。俺の膝。俺の膝。こうやってみんな溺れて。ちょっと棒探して。棒ごめん、この辺から棒ない。うん、ちょっとビビったな。ちょっとあれ、お前、俺噛まれたくないんだけど。こうやって竜は動いたよ。もう今俺が指入れてここですよ。ここが動きました。動いたんだって。俺も最初動いたから。いる、まだこいつが動いた今。そうだ、動くんだって。そのぐらいでかいんだよ。え、やばくない。いや、本当にでかいんだって。これが動いたよ。この木、草が動いたよ、今。俺、浮かされたって、今。さっき。え、やばくない。う、今、俺、今、手の押さえてるよ。さっき噛まれたから、ちょっとムカついてきたな。怒った。うん。ムカついてきたな。結構時差。あ、うん、でも、砂取ってる、砂ぼこり取ってきてる。手袋持ってこうか。あ、で、大丈夫です。今怒りが、今怒りが止血剤になってますよ今。ここさっき、ここって動きよったんだよマジで。おい、吉田さんは多分マングローブゴマハゼですね。吉田ワールド。吉田さんはうなぎより今、そうですね、マングローブゴマハゼ。あ、中に入った。あ、エビか。マングローブゴマハゼに夢中です。マングローブゴマハゼに夢中。時代は今マングローブゴマハゼって。これで親って親ですよ。これが親。親の顔が見てみたいですね。親の親を。上の方で結構ある。上にいる。ここ見えるはず。これ。あ、こいつだ。すごっ。でかい。こいつ、間違いない。これ頭だな。頭？また噛むよ。噛まれる。太さこんだけある。こんだけあるよ。待て。今もうこれ以上触った。待て。これ作戦。そろそろ勝負仕掛けたいです。あ、いた。あ、こっち穴開いてるぜ。手が入るから。おら、こっちって今。来た。うわ、でかっ。やばいっしょ。
いや、来た いいよ。トウさん、あ、出てきた出てきた。あれ、俺が今ちょうど尻尾を押してる。おしおしおし、おしおしおし、まだまだまだ、まだまだ、しっかり届かない、もう届かない、はいはいはい、よ、わずかにと、しっかり、え、やばいっしょ、やばでかい、やばいっしょ、ほらやばー、場所が見てる、でかい、やばいだろ、これ行くよ、うん、まだね、まだね、まだ、お、なんか違うのが、違うのが暴れてる、あ、違うのが、あ、引っ込むなよ、2匹いるな、あ、違うのが暴れてる、違うのが暴れてる、違うの、これ俺が押すこっちからむしろ。あ、いいかもね。行くよ。さこい。やばいっしょこれ。でかい。ね。これはやばい。出てきた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 。もうちょいもうちょい。オッケーオッケーオッケー。また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 。おお。でかい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 。でかいでかいでかい。でかいでかいでかい。でかいでかい。やばいっしょ。やばいやばい。でかいでかい。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。やばい。あっち行くあっち行くあっち行く。やばいだろこれ。でかい。でかいだろ。やばいと思う。やばい。やばい。この頭やばいよね。危ない危ない、嘘だろこれ。龍だ龍だ龍だ、龍だよこれ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 、神回だろこれ、でかすぎだろこれ、やばいっしょ、俺言ったでしょこんな頭あったって、龍だ龍だこれ、どんぐらいあるかな、バッカン入った、やばいやばい、粘膜落ちちゃうんだよ、やばいだろ、やばいだろ、やばいぜこれ、でっか、こんなのに噛まれたら危な、指どうなってますか、指、うん、やばいね、指こうなってる、ガッサガサ、もうガッサガサ、もうこうなってる、ドリボン、それは痛いわ、もう1メートル50ぐらいね、1メートル1ちょっと思いますね、けどでかい、これはすごい、主だな、そう主、うん、太さがやばい、頭こんなんだよ、成人女性の太もも、大人の拳が3個分ぐらいある、うん、かばれな、でっかかばれてほしいな、これね、ガブってる、やばいだろこれ、やばいな、パンチこれ、ヘッドいいっすか、一回ちょっと冷静に、冷静なのかな、冷静になりました、よっさん、よっさんこれやばいって、ほら俺言ったさ、死にてかい、半年間ずっと見てたの、半年間吉田さんの目が俺も今日取れないと思ってた。俺も今日取れないと思ってた。もうよ、ちょっとこれ無理だなと思って。俺も無理だなと思って、あの、これ、いや最初に姿見なくて正解じゃない？うん。手噛まれたら怖い。うん、このサイズ見てたら手これなら見れたくないの？あの、でかいよね。知らない方がいいっていうのはこういうことかもしれないです。知ってたら絶対今みたいに手入れない。入れない入れない。もしかしたら長さではあ短いかもしれないけ ないけど太さが多分やばいと思う、うん、吉田さん大興奮、ほらこんなのいないっしょ、見たことないっしょ、いないっすよね、大山椒だろこれ太さ、うん、やっぱ左目ほらちょっと潰れてるんだね、うん、あ、ちょっとほらでかい、連絡した時に僕の手よりでかいでしょ、やばくないっすか、でここで全時空変わらなご締めはいいよもうこれはねやばいよね、俺も最初焦ったわけよ、初めて見た時これは焦りますね、あもうこれは一人で撮るのやめようと思って、やばいやばい、大体普段見る大ウナギでもこの顔の半分ぐらいじゃないですか、ね、そうだよヒレヒレも手、赤ちゃんの手ぐらいある、5歳児の手、下半層にも超でっかいのいっぱいだけど、こんなのいなかったよ、顔の半分ぐらいだったじゃないですか、ね、顔半分ぐらいだよ、吉田さんが取ってきた中でどれぐらいの大きさなんですか、頭の大きさで言ったら多分本当に過去一番、え、うん、昔入り表で本当に両手広げて余るぐらいのも見たことあるんですけど、こんな頭はでも大きくなかった、それを1日で結果出すっていう、よかったっす、負けたパンチ、はい、負けたサイズ負けた、あ、僕の方が一応太さは言うなお前、何言わせてるんですか太さは細いっすね、細い、僕このヒレにも至らない、
あの天竺川アナゴっすね、僕は。寿命ってどれぐらいなの？この一応本当か分かんないですけど、70年生きたっていう。70年マジで聞いたことありますけど、これで何年ぐらいなの？2、30年ものじゃないかな、もっとかな。すっごいな、マジで10キロぐらいあるんじゃないですか。10キロこれ生かしてほしいな。ちゃんと蓋した方がいいよ、すぐに、すごいパワーで逃げるから。さあ、じゃあ、竜を入れたいと思います。はい、行きますよ。はい、さあ、クラボックスに。すごい、でかっ。こっち見てください。うわ、でかい、これでかいわ。でかいよ、これでかっ。やっぱこれ見たらでかいよ。クーラーボックスが100、ね、110、クーラーボックス110センチ。いや、じゃあ全然50あんじゃない。うん、曲がってるよ、これ、うん、曲がってこんだけやんだよ、うん、やばいね、うん、俺の左中指も報われてる。本当にすごかった、うん、ガッツだった、びっくりしたな。なんか伝説ですね。過去一ですわ。過去一竜いましたね。大勢ね、幾度となく竜を求めてたんですけど、これ竜っすね。水族館でも展示できるよ。水族館レベルやば。この頭やばいよね。この頭やばい。お疲れ様です。お疲れさまです。いやー、リアルモンスターハンターだったね。やばいっすね。明るい時間帯は外来種だらけの川に行って、なかなか見ない生物を見たりとか。いや、暗くなったらまさかの主という。あ、竜ですね、あれは。竜ですね、まさかの竜。てか、たまってさえなかったらやばかったっすね。ね、奇跡的に、うん。奇跡的に近くにいたね。吉田さんの知識もすごいっすね。いや、今回4人いなかったら絶対取れなかった。無理でしたね。一人でもかけたら。1人2人では無理、絶対。ね、取れた、あの、大うなぎは、はい、ハイサイの事務所に持って帰って、はい、買います。はい、ちょっとね、あの、実はこの企画やる前に、大うなぎ食べようかなっていうような、気持ちもあったんですけど、さすがにちょっと、食べたらガチ当たる、はいはい、あれはちょっと育てて、大事に育ててほしい、ちょっとハイサイの一員としてみて、はい、育てていこうかなと思っております。はい、あとここ、理由も、まあ、昼間見たら分かるんですけど、ここ、多分大人の事情も絡んでると川がもう全部平らになってて、隠れるところ一切ないんですよ、はいはい、あそこにしか、うん、で、もう行き場が失って、あそこにもうずっともういるって感じだったから、確かにそれをもう分かっていて、ずーっと見て見ぬふりをして、うん、結構だから、魚がもう本当にすごい減っちゃってたから、あ、多分餌もないし、うん、はいはい、逆に大事に飼ってあげた方がいいのかな、うん、感じはするんで、はい、以上です。はい、そして食べてたね、動画見、食べたのって、おいまぁちょっとね、状態がどうなるかわからないので、もしちょっと難しそうであれば、制服は食べようかなと。制服は、もう逃げてもダメそう。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで、事務所に戻って、はい、水槽に、入れたいと思います。はい、メンバーのちょっとね、反応も楽しみですね。はい。皆さん、かなり大変なことが起きました。何でしょう。今ちょっと動画で締めとったじゃないですか。はい、締めとった後にパンチ2人でね、はい、荷物入れてたさ、はい、やばい、本当に飛行です。うなぎがいないんですよ。てかもう倒れてて水もこぼれてる。うお、見て、うわ、ここら辺いないっすかね。探す？多分今、うん、多分ここ行ったはずだけど、ね、死にやばいな、うん、やばいな。こっちすぐ川なんです、てか真下川なんですよ、はい、ちょっとまだ間に合うかもしれない、ちょっと探してみましょうね、はい、探してみましょう、はい、ちょっとやばいっすね。いない、いない、マジでいない、やば。帰った？自然に。そういうこと。帰っ、うわ、マジか。あんなにさっきまで大興奮してたのに。うわ。
ちょっと今吉田さんちょっとあの連絡ですね。はい。あ、連絡取れました。もしもし。あ、もしもし。あ、吉田さん聞こえますか。あ、聞こえます。あのちょっと残念なお知らせがあるんですけど、うん、大泣がクーラーボックスから脱走しました。なんで？わかんないっす。あの、蓋が開いてました。油断した。油断しましたね。逃げられた。逃げられましたね。しょうがないんじゃないですかね。すみません。これちなみにあんだけ力あるんですか、クーラーボックス開けるぐらい。いや、多分全然普通に子供ぐらいの力は全然余裕であると思うけどね。ものすごい力が強い。マジか。すみません。じゃ、これまた今度発見したらまた捕まえに来てもいいですか。わかりました。はい、すみません、夜遅くに。しょうがない、しょうがない、しょうがないね。うん、え、じゃあこれってあの今川に逃げてるじゃないですか。うん、多分また帰ってくると思うよ。あ、また帰ってくる。死にはしないですか。あ、全然死にはしない、全然。ああ、なるほど。じゃあまた、探しに行きましょう、じゃあ。いや、すみません、ごめんなさい。すみませんでした。すみませんでした。はい。はい、お疲れ様でーす。お疲れ様でした。そこまでありがとうございました。ありがとうございます。いやー、やってしまった。やってしまったね。わからんかったね。うわ、こんな時間もかかって、きついな。また吉田さんもまた取れるよって言ってくれたからね。はい、申し訳ないね。はい、いや、皆さんすみません、本当にね。本当水槽で飼いたかったですけどね。まあ、けどまだ川にはいるっていうことなので、はい、あのまた後日なんかチャンスがあれば、はい、まあ、もしくは、まあ、また何かね、大凪の、竜の情報があればね、はい、お待ちしてるので、はい、ぜひ沖縄県内、目撃情報があれば捕獲チャレンジやりたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということですね、今回は伝説の巨大大凪竜捕獲だけしてみたでした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。残念だ。リベンジしましょう。リベンジリベンジしようね。はい、うわ、悔しいな。昨日ですね、はい、大うなぎに噛まれたじゃないですか。はい、噛まれたんですよ今。はい、昨日で。まだテンパってますか。テンパってる。大うなぎに噛まれて帰って消毒とかして、はい、テープとかやってたんだけど、はい、あの今日ちょっと作業してたら、はい、なんかやっぱずっと痛いなっつって、なんか膨らんでるんですよ。ちょっと見たい局部。うわ、やば、えぐ。テープ剥がしたから今死に膨れてる。何この謎の膨らみぐらいで、痛みも昨日よりあるんですよ。はい、一応これはちょっと心配ですね。バイキンとかがね、うん、細菌か。うん、ちょっと消毒したけどね、ちょっと怖いんで念のため病院行きましょうかね。マジで、うん、だから太くなってる指が。踏まれたぐらいのね、衝撃って言ってましたもんね。うん、俺最初噛まれた時、大泣きに噛まれた時、はい、田畑さんが靴で踏んだのかなと思って、いったーってなったんですよ。はい、で、田畑さん、え、足、え、ないみたいな。むしろ田畑さん噛まれたって喜んで。いやー、お疲れ様。お疲れした。いやー、行ってきましたよ。どうでしたか。え、どうなされたんですかって。いや、大泣きに噛まれたんですよ、そしたら、え、みたいな。うなぎみたいなって。そうですね、大うなぎっていうこんぐらいの大うなぎがいるんですけどっつって、ええ沖縄っすかみたいな。なんかあのもううなぎにみんな夢中だろう今日。はいはいはい、えうなぎみたいな。そう、うなぎってもうこれに噛まれてっつって、取ろうとしてっつって、抗生剤みたいな薬と、はい、あとは塗り薬もらって。おお、なるほど。早めに病院来てよかったよっていう話。あの、そうなんだ。うん、まあここからまあ、感染症なる人もいるし、はい、薬塗らないと治りがあまりやっぱり良くないよってことで、はい、もう早く来てよかったねって言って、びっくりですね。ちょっとまあ晴れがあったんで、今までその晴れたことないんですよ、なかなか。はい、だから今回来たのはもう本当に正解だと思いますね。もう本当に何かある前でよかったですね。よかった、うん、ということで、私、三々の君、病院に行こうでした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。